はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。ヤフーニュースでね、こういうの見つけましたね。2月17日月曜日10時43分配信ですね。就職氷河期世代を甘えてはいけない、諦めずに再チャレンジを、できることを積み重ねて、中国新聞デジタルです。中国新聞っていうのはね、中国地方の新聞っていうんですからね、チャイナじゃないですからね。そこを間違えないように。はい。ちょっと出だしを見ましょうか。思ったような仕事に就けない。親の国民年金が生命線、点点点。連載、この働き方大丈夫？クエスチョン。第1部、我ら非正規ワーカーで紹介した就職氷河期世代の嘆きに、甘えてはいけないという厳しい意見も届いた。自らの経験を踏まえて再チャレンジへの手がかりや提言をした人もいた。もっと切迫感を持つべき、専門家の力も借り一歩を。連載で働く意欲はあっても仕事が見つからない40代男女の胸の内を伝えた。頼みは親の年金や遺産。こうした実情を非正規で働く年上の世代は同情できないと冷ややかに見つめる。自分と比べて甘えている、そう憤るのは山口県内の50代女性だ。もともと事務職として勤め、出産後は清掃などの仕事を経験した。その中で見つけた割のいい日雇いの仕事を続ける。パソコンやスマートフォンも自分で買い揃え、生活を紡いできた。自虐的になっても何も変わりません。世間がどんなに変われば幸せになれるかと考えているのですか、と問いかける。まあ、こういう話がこうじわじわと載ってるわけなんですね。はい。なんと言いましょうかね、その今の40代ですね、就職氷河期と呼ばれてる人たちがいらっしゃいましてですね、僕の11歳下から17歳ぐらい下じゃなかったかなと思うんですけども、46歳ぐらいからですね、今の40歳ぐらいまでですかね、非常に厳しい就職戦線を、まあ、どう言いますか、切り抜けられた人はいいんですけど、切り抜けられない人たちがですね、非正規ワーカー、正社員として雇用されない、あるいは正社員として雇用された経験がほとんどないと、全くない。そういう方々が一軍がいらっしゃるのは事実でございまして、1997年あたりにですね、山一証券とかですね、北海道拓殖銀行とかですね、あの辺が倒産しましてですね、まあ、バブル崩壊、平成の大バブルが崩壊してですね、非常に就職がよろしくなかった時代がございます。私は1985年に社会人になりましたけども、まあ、その頃はまだ良かった。その後ね、1992年ぐらいまではなんとか行ったんですよ、7年ぐらいはね。でその後あたりからものすごく厳しい時代になりましたね。1995年、6年、7年、ですね、6年ぐらいからもう本当に、しかもそこに団塊の世代が被るんですね。団塊ジュニアというべきですね。団塊ジュニアの世代が被って、もう彼らは団塊ジュニアさんたちってね、私も知り合いがいますけども、その日東コマセンの偏差値がね、65まで行ってたっていう、ほんまかそれみたいな、そういう、まあ、受験の厳しさを切り抜けて、なおかつ就職になったらむちゃくちゃ厳しいやんみたいな、まあ、非常に不幸といえば不幸なんで、なんていうか、アンラッキーなんですね。幸運は重なってないと。で、ちょうどね、その頃ね、僕何やってたかと言いますとね、僕1990年に自分の会社を作ったんですよ。それで、どう言いましょうね、6年頃からですね、新卒を採用し始めたんですよ。新卒をね、採用し始めたら来るわ来るわ。こんなね、僕みたいなね、なんでもない人間がやってるちっちゃな会社ですよ。100平米ぐらいのオフィスの。まあ、5、6人雇ってましたけどね、8人ぐらい雇ってましたからね、一番多い時で。そんなところにいっぱい来てくれはるんですよ。大学卒業見込みとか、卒業したという人が。ものすごい履歴書もいっぱい出てきましたよ。ほんまに。どないなってんねんと思いましたけど、あの頃ですね、よく覚えています。
で、その頃ね、そんなね、就職難の時なんで、正規雇用でなく働いた方がたくさんいらっしゃってですね。で、そのまんまですね、そんなに景気よくならなかったんでね、最近ですよ、人手不足とか言い始めたの、ここ5、6年の話であって、それ以前は、もうかなりのこう、労働市場というのはですね、買い手市場であって、職が見つかったら嬉しいみたいな、そういう時代が長く続いたと。僕は思ってるんですけどね。で、その間ずっとね、非正規雇用とかで来て40超えてしまうとね、もうね、そんなね、40超えたね、人をね、その正規雇用で雇おうという、今度は事業主側が、こう、躊躇するんですよね。なんかね、スキルがあるわけじゃないんでね、彼らに。持ってる人はいいんですよ。持ってる人はいいんですけど、持ってない方々、を普通に雇うよりもそんなもっと若い人を普通に雇った方がええやんという、そういう発想になってきますんで、なかなか厳しいのが現実ですね。だから今なんかこう就職氷河期を救えとか言って地方自治体の公務員採用とかにね、その期間を優遇、その人たちを優遇するみたいな採用とかあったりもしますけどね、やっぱりこのハンディキャップは大がたいものがあると思います。で、あれなんですよ。だから、じゃあお前はどう考えてんねんという話になるんですけど、いや、それはね、しゃあない。非常にアンラッキーなところでですね、やっぱり自力でね、なんとかせにあかんのちゃうのって、やっぱ甘えたらあかんわというふうにも僕は思うんですよ。残念ながらね、それぞれね、世代世代によってラッキー、アンラッキーは確かにありますよ。確かにあるんですけどね。で、じゃあお前はでやねんという話ですけど、僕も、就職活動、新卒の時の就職活動失敗したおかげでですね、その大きな会社に行ったことは一度もない。一度もなくって、27歳の時に、サラリーマンを辞めたわけでして、その後はほんまに、自分の、地べたを這いずるようなね、貧乏で死にかかったことはないですよ。それは食うもんに困ったとかそこまでの貧乏はないですけど、まあ貯金がそこを突きかけたことは何とかありますけどね。で、まあ、しゃあないやん、そんなんっていうか。ただね、やってたらなんとかなるようなもんなんですよね、この世の中っていうのは。で、こう、ものすごいね、頭がいいとかね、なんかの能力にものすごい優れてるとかね、そういうことも、まあ、必要は必要な場合があるけども、そうじゃなくても全然ね、いける場合もあるんですよ。私が見てきた中ではね。で、何が必要なのかと言いますとね、粘りと頑張りなんですよ。あと、しつこさ。やり続けるということですね。求め続けるということで、諦めてしまったらもうそこでおしまい。何年前でしょうかね、12、3年前に、リーマンの前後かな。まだね、人も雇ってる時にね、もうどないしようと思った時があるんですね。売上は立たないし、人を雇ってるとね、毎月何百万というお金が出ていくんですよ。事務所を維持して人を雇うということは。せやのに、まあ、今月は500万出ていくのに、売上300万しかないやんな、どうなってんのみたいな。で、外注費あるたら100万しか残らへんやん、どうなってんのみたいな。それでも500万は払わなあかんとかって、もう、なんていうかね、なんていうか嫌な気分っていうのは、二度と味わいたくないと思うんですけど。そういう時にね、ちょっと霊感のある方と一緒にお食事かなんかする時があって、ほんでね、要はその方はね、未来が見えるというおっしゃるんですね。ほんまかどうか知りませんけど、なんとなく見えたりするとか言って、で、どうですか僕の未来はって言ったら、じっと僕の目見てね、本名千原っての、千原さんねって、諦めたら最後ですよ、諦めたらダメになります。うん、ずっとやり続けることなんですよと頑張り続けることによって未来が開けるんですと。よほど僕はね、こうなんていうかね、あんま明るくは振る舞ってたんですけどね、そのこう重たいものを背負っているというのはね、やっぱり感じ取れたんでしょうね、そういう方ですからね。で、そうおっしゃっていただいて、ああと思う、まあ、その時はね、ああそういうことかと思って、その時もうね、心は折れそうになったんですよ、私はっきり申し上げて、あかんわ、俺もこれ家族もおんのにどないすんねんと思って、でもう嫌な未来がどんどん見えてたんですけど、
まあまあなんとかねそこは切り抜けてね、あの今に至るんですけども、あの時つくつく思いましたね、ほんまに諦めたらあかんねんと思いました。私割とねそういうところはしつこい方なんで、粘り強いんですよ。なんか知らんけど、最後の最後にちょっと待てよって、もう一回これやってみたろうとかね、こういう方法でこっちやってみたろうとかって、諦めが悪い人間なんです。そういうことに関してはね、他のことは諦めが早いんですけどね、あもうどうでもいいわみたいな。ただこう自分の人生のそう土壇場になった時の諦めが悪いもんですから、なんとか生き延びられたんちゃうんかなと。で就職氷河期の方々もね、その諦めたらあかんと思うんですよね。僕みたいに中途半端な経歴しかない人間でもなんとか生きてこれましたからね、大企業に勤めたことないし、学歴は中途半端ですし、何かのスキルって、まあ、コピーライターのスキルだけあるんですけど、あと文章を書くスキルがあって、そのスキルもねはっきり言ってね、これがこんなに使えるもんかっていうのはもう自分自身ないですからね。そんなそこまでは俺は確かに早いし上手いしと思ってるけど、それが世間でどの程度通じるかなんてのはやってみな分からんし、で見る人が 見てくれないと分からないわけだって。だけどコピーライターのスキルがねそのまんまねこうやってね記事を書けるんかとか言ったらね、僕は書けるとは思ってましたけど、それがうまくねこうマネタイズできるようになるかっていうと、それはまた別の問題ですからね。チャンスも必要だしラッキーも必要だし、まあそれもねなんとか切り抜けてやってきましたけども、まあ基本は諦めるなっていうことでね、 Never give up ってやつね、英語で言うと。だから誰かが救ってくれるなんて思わない方がいいんですよ。最後は自分なんですよ。就職氷河期の頃はかわいそうやからって行政がなんとかしましょうとかって、そんな回っててもしゃあないですよ実際それで救われる人はいるかもしれませんが、そんなんね、そんなに入ろうと思ったらね、それはあかんわ。自分で何とかしましょう。まあそういうね、ちょっと偉そうな世間話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。